心診療所チャンネル。 ASD セルフチェック、今回は ASD のしんどさ5つについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。社会性の障害、こだわり、この2つが特徴の発達障害 ASD 自閉症スペクトラム、純粋な特性由来の生きづらさ以外も含めて様々な角度からのしんどさがあります。今回はこの ASD のしんどさ5つを見ていきます。まず ASD 自閉症スペクトラムとはを見ていきます。これは社会性とこだわりの発達障害、 ASD とは少し詳しく見ると、これは社会性の障害、こだわり、この2つが特性の生来の発達障害です。幼少期の発見が多いですけれども、大人になってから不適応などで見つかることもあります。ストレスの多さから認知障害を合併しやすいところがあります。 ASD の主な症状を3つ見ていきますと、1つ目は社会性の障害、空気を読まない言動であったり雰囲気等の不自然さなどが言われることがあります。2つ目はこだわり、細かいことにこだわってしまったり状況に合わせた臨機応変な対応が難しかったりすることがあります。3つ目が二次障害、ストレスなどを背景としては二次的な精神不調になります。 ASD の3つのタイプを見ていきますと、まずは積極キー型があります。これは周りに対して積極的に働きかけすぎてしまうような状態です。2つ目が受動型、受け身で周りに合わせすぎるタイプ、女性に多いとされます。3つ目が孤立型、周りに人がいないかのように孤立した振る舞いを続けるタイプです。 ASD と発見時期ですけれども、積極キー型や孤立型に関しては奇妙さであったりトラブルであったりが多いため早めに見つかりやすいです。一方受動型だとなかなかトラブルなどが目立ちにくくて結果発見が遅れやすいです。ただ発見が遅れた場合は二次障害を合併するリスクが上がりますので、それはそれで注意が必要です。 ASD の二次障害ですが、まずは鬱や対人不安が出ることがあります。人によっては外側に攻撃的言動で出る場合があります。人によってはいわゆる衝動的な行動、衝動行為で出ることがあって、この場合は特に注意が必要です。 ASD の主な治療ですけれども、まずはいわゆるスキルトレーニング、特性を知ってその上でその弱点をカバーする取り組みを続けていきます。2つ目が二次障害の治療、例えばうつや社会不安を合併していたら抗うつ薬を使うなど、薬が部分的であれ効果を出すことがあります。3つ目が社会資源の活用、なかなかスキルトレーニングや二次障害の治療だけでうまくいかない場合に必要な社会資源を活用していくことがあり得るかと思われます。続いてが ASD のしんどさ5つです。交流などの困難からさまざまなしんどさが出ます。1つ目が孤立やいじめに遭うリスク、周りから浮く特性からの孤立というところです。孤立やいじめに遭うリスク見ていきますと、特性上周りから浮いてしまって孤立することが多いというところ、そして奇妙さであったり空気を読まない言動からいじめの対象になることもあります。これは二次障害のリスクにもなるため非常に注意を要するところです。社会性の障害との関連を見ていきますと、まずは独特さというところを背景に、孤立したりいじめにあったりすることが出てきます。そして不配慮な発言というところから怒りを買っていじめを受ける場合もあるというところです。特に幼少期ですとなかなか理屈などでカバーするということが難しいですので、特にリスクが高いので注意が必要です。3つのタイプとの関連というのを見ていきますと、積極キー型だといろいろ不配慮な発言が目立っていじめに遭いやすいところがあります。孤立型ですと主に孤立というところがあるんですけど、特に奇妙なところからいじめやからかいになる場合があります。受動型ですと上2つと比べると一見影響は少ないんだけども、無理して過剰適応で認知障害になるリスクがあります。続いてが低く評価されやすいというところ、第一印象で損をしやすいというところです。この低評価を受けやすい見ていきますと、交流の苦手さというのが特に若者間の文化では低評価に結びついてしまいます。そして外見や話し方などの第一印象で損をすることがあります。自己肯定感の悪化にもつながりやすいので注意が必要です。交流と対人評価というところを見ていきますと、特に若者文化では雑談的ないわゆるコミュ力が求められるところがあります。これは ASD や特性上非常に困難があります。そのため苦手さから孤立したり揶揄されてしまうリスクがあるというところ、社会性の障害からのこの外見等の特徴というところがありますけど、見ていきますと、でもまずはいわゆる身なりや外見的な奇妙さなどが目立つ場合があります。あとは表情の乏しさというのはどうしてもこれ特性上目立ってしまうことがあります。そして話し方の独特さというのも人によっては目立ってしまう場合があります。3つ目が一方的な交流になりやすいというところ、
非言語的な感情のやり取りの困難があります。この一般的な交流になりやすい見ていきますと、特に非言語的な感情のやり取りが困難なのが ASD の特徴です。またこだわりを相手に押し付けるという場面も出ることがあります。ともすると主張が一方的になって、時にいわゆる加害者的な立場になってしまうこともあり得ます。社会性の障害の影響を見ていきますと、まずこの非言語的な感情のやり取りは困難というところ、そうすると自分の感情を相手に伝えることが難しいと、逆に相手の感情も受け取ることが難しいということがあります。こだわりの影響ですけれども、これはこだわりを優先させてしまうと相手のことをなかなか聞けないということが出てきます。そして人によってはこだわりを相手に押し付けてしまう、相手にとっても正しいと思って押し付けてしまう場合があります。そうすると時にいわゆるカサンドラの被害者ではなくて加害者のようなふうに言われてしまうリスクが出てくることがあります。4つ目が切り替えが難しいというところ、悪いことにもこだわってしまうというところです。この切り替えが難しい、少し見ていきますと、仕事などでマルチタスクをすることが困難というところがあります。そして嫌な出来事からの切り替えが困難というところがあります。そのため二次障害のリスクにもなりうるので注意が必要です。このこだわりの障害とかを見ていきますと、こだわりというのは言い換えると別のことへの切り替えの困難になります。集中を続けやすいということは強みにもなるんですけれども、一方切り替えの困難でのいろいろな弊害も多いというところです。マルチタスクの困難というところを見ていきますと、仕事で同時並行にやったりこまめに切り替えたりするということ求められますが、これが困難です。これを無理してやろうとすると負荷が大きくなってミスが増えるなどにつながることがあります。そして近年仕事の求められるところにおいて低評価につながりやすく注意を要するところがあります。続いて嫌なことを引きずるというところ、嫌な出来事から切り替えることは困難です。以前の嫌なことを繰り返し思い出してしまうこともあります。そうするとストレスが反復継続しまして認知症になってしまうリスクがあります。5つ目が自己肯定感が下がりやすいというところ、失敗が続くと自己否定につながります。自己肯定感が下がりやすい見ていきますと、第一印象などで過失がない中での失敗や否定されることは続きやすいです。そして先ほどあったように嫌なことを繰り返し思い出すこともあります。これらによって自己肯定感が下がりやすいところがあります。自己肯定感が下がりますといろんな影響ありますが、まずストレスへの耐性、いわゆるレジリエンスが悪化してしまいます。あとは自己決定が自信がなくなることから困難になってしまいます。そして二次障害の合併のリスクが上がります。認知障害を見ていきますと、これはストレスや自己否定が続くと時にうつなど認知障害が出ることがあります。内側落ち込みや不安という形で出ることもあれば、外側に攻撃的言動や衝動行為ということで出ることもあります。これを合併すると非常に影響が強くなりますので、この何とか予防と改善を図っていきたいところです。関連して注意を要するのが学習性無力感というもの、これはどうせやっても無駄という無力感を学習してしまうということです。そうすると何かやれるチャンスが後々出てきてももうやろうとしないということになってしまいます。これが認知障害の発生であったり慢性化につながってしまうことなので注意が必要です。今回は ASD セルフチェック、 ASD のしんどさ5つを見てきました。社会性の障害、こだわり、この2つが特徴的な ASD では以下5つの様々なしんどさがあります。まずは孤立やいじめに遭うリスク、2つ目が低評価を受けやすい、3つ目が一方的な交流になりやすい、4つ目が切り替えが難しい、5つ目が自己肯定感が下がりやすい。こういった様々なしんどさで二次障害を出てしまうのが一番リスクになります。なんとか早い段階でいろいろ気づいて対策をとって二次障害を防いでいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。